なんでライン返してくれないの？彼氏に無視される、遊ばれる女子の共通点とは？好きな人を虜にする3つの恋愛裏テクニックを知りたい人は他にいませんか？5. 嬉しい時、やった後、その場で子供みたいに飛び跳ねる天然アピールお疲れ様です。20代女性というように、いい大人が大げさ&無邪気に喜んでいる様子を哀れみの目で見ている人も少なくないです。むしろ、普段、クールな人が思わず喜んだ時に見せた子供っぽい表情など、自然に見せたギャップに男性はドキッとするのかもしれません。6. 変なものや動物などを見つけるたび、これ、可愛くない？と言いまくる、わざと気持ち悪いものを選んでる20代女性というように、可愛くないものを好む変な子アピールがうざいという意見も。何度も繰り返すと周りにスルーされ、ただの悪趣味扱いを受けそうです。7. テレパシーが使えるのと言い張る、病院に行ってきたら？20代女性というように、以心伝心ができると言っても、周りは信用しないでしょう。ただし、連絡が欲しいと思っていた時に電話が鳴ったなど、あるあるエピソードに落とし込めば、話のネタとして盛り上がるかもしれません。8. 本当は上手なのに、人前だと、めちゃくちゃベタな絵を描く、そこまでして不思議ぶりたいのかと、10代女性というように、本当は絵力のある女性が、シュールな絵を描いても、どこかにうまさが出てしまい、結果として、計算高い女と思われるようです。絵が得意なら、むしろ真面目に描いた方が個性をアピールできるでしょう。9. 私は変だからと自分を不思議キャラ扱いする。本当に変な人はそんなこと言わない20代女性というように、自分を不思議扱いする女性は、その時点で凡人であると周囲は気づくようです。モノホンの不思議ちゃんは、自分が普通で周りがおかしいくらいに思っていると心した方がいいかもしれません。